Why did never give up? いやいや、だいぶ昔にお亡くなりになっているはずなんですけどね、でも新曲を出しています、というのも、まあ、今の技術が進化したおかげで、美空ひばりさんの声を AI 化して違う曲を歌ってもらうという企画があったようで、 NHK でも何度か流れたかと思うんですが、美空ひばりさんの新曲であれからという曲があります、まあ、おそらく意味としてはお亡くなりになってからのその先のことを歌っている曲なのではないかなと、思います。まあもういないんですけど、今頑張っている人たちに向けての美空さんからの、メッセージのような感じで、僕はちょっとまあ受け取った感じ、ものすごく素敵な曲だと思ったので、最後はこの曲を歌ってですね終わろうかと思います。ぜひ聴いていただければと思います。それでは美空ひばりさんのあれから聴いてください。私も年を
した今でも昔の歌を気づけと口ずさんでいます。振り向けば幸せな時代でしたね。ありがとうございました。あっという間の時間でしたけれども、1部2部、無事に終了させていただきました。